先日の試合でこんなプレーがありました。ランナー一塁でピッチャー竹虎、牽制アウト。今回はこの牽制アウトについて、竹虎と海星に話を伺っていますので、そちらの模様をお送りしていきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はお二人にちょっと聞きたいことがございまして、いや、この間の試合ですよ、牽制あったじゃないですか。ああ、ありましたね。はい、あの、僕が投げてる時に、ああ、2試合牽制アウト、2試合、うん、はい、はいはいはい。いや、牽制ね、見事にアウトに取って、はいはいはい、まあ、あの回チェンジになったわけですけども、ね、あの後、海星がですね、はい、この牽制にはかなり技術が詰まってたと言いましたね、うん、確かに言いました。ちょっとそのことについてちょっと詳しく聞きたいなと。まずは、いや、トラの牽制も良かったと思うね。ターン良かったし、うん、あれはどういう感じで牽制したの？多分手前に1回牽制してるんですけど、うん、で、多分ランナーは2アウトだし、いや、あの速い牽制を見せた後、もう構えてると、うん、いうことを考えているんじゃないかと、僕の中だけで妄想を繰り広げて、もう一回牽制をしたっていうのみです、ね、技術どうこうじゃないかもしれないです ね、 ね。それの送球を受けた海星は、まあ、1球目のあのあれをもらって、はいはい、で2球目で刺して、うん、やっぱ1球目で、あ、殺しに来れるんだなって、うん、兄貴とか竹さんは1回こう緩い球とか、うん、あの全くノーマークじゃないよっていうのを教えるためのなんか牽制とかよく言うと、うん、あ、確実に一発目で殺しに来るんだなっていうのが分かったので、うん、もう刺しに行く構えを用意してるんですよ。じゃあ構えなんて、それがちょっと技術。構えはどういう構えなんですか？ファーストやってない人が、じゃあファーストの牽制で待つときに、だって待つ、走った走っちゃう、リードして、リードしてコースかね。そうだね、普通のそう、ここなんですよ、はい、ピッチャーにこう見せるのが基本なんだけど、はい、独自感でいうとこうやってます。怖っ。ちょっと下に縦に、そう、これは関節を落とす。なるほど。おー、そう、こうだとグローブを落とす、はい、なんだけど、こう待つとここより下来ると関節をそのまま落とせる。そうですね、まあ、実際こう構えてても落とせるんだけど、それよりも関節をまっすぐ落とすようにファーストベースにタッチできる。なるほど。だから基本俺待つときは手ついてちょっと膝面こうやって、ちょっとこうピッチャーに向けながら投げそうだなと思ったら、こうやって、なるほど、そう、立てる、はい、まあ、こっちは反応して、そう、こっちに来たらそもそも刺せないから、うん、こっちは捨てて落として、で、この下を投げてほしいっていうアピールするので、ね、はいはい、で、俺一回ね、ピッチャーがこうセット入る前こっちに見えるじゃん、必ず、うん、その時俺結構しゃがんでる。おー、イメージあります。確かに、こうやってしゃがんで、はい、わざとピッチャーにここだよみたいな、うん、意識づけを脳にさせる、うん、で、ピッチャーが自分のセット入った時にこう戻ってこう構える。へー、ボールの勢いを殺さずに、何だったら勢いを作って落とすみたいなイメージかな。なるほどね。これはマジで、はい、こうなんで自分で やりながらね、ちょっと見探してたらこう食べる。ファーストもね、本当は左からやらなきゃいけないんです、うん、左の方がいいんだけど、右じゃどうやって速くするのかって言ったら、肘を上げて上げるっていうのが速かった。確かにタッチでこうってこうするじゃないですか、普通は目を隠すんだけど、うん、このままこうか。そう、へえ。このロケの後日、走塁の話も聞きたいということで、竹虎が私に直撃取材してきました。いえ、タミさん、おー、こんにちは。あ、どうも、ちょっとですね、この前、はい、あの牽制のタッチについて話したじゃないですか。うん、ああ、したね。僕、走者の話聞いてみたいなと思って。あ、逆に、ね、逆に。おー、面白い。まず、高見さんって牽制アウトになることってあります？ないね。ないっすか？ない。え、あんなに次の塁狙ってるのに。ないね。まあ、なんでかというと、はい、全部逆疲れてるから、牽制は。逆を疲れる。それって、じゃあ牽制してこなかったらそのまま行くってことですか？そう、だから全部ずっと全球スタートを切る準備を取ってしてるから、はいはい、それぐらいの距離をリードしてると。まあね、これ距離というかね、技術なんですよ。技術なんすかそれ。説明しちゃいます？はい、なくなっちゃいますよ。ちょっとだけ。逆疲れてアウトになる人は、はい、足で逆疲れてる。足でこうリードして、はい、リードこういった人は逆疲れてアウト。はいはい。俺の場合は股関節を移動させてるだけで、はい、股関節をこう、この移動だけだから。あ、なるほど、うん、はいはい。だからこう行ってるけど足は行ってない、股関節だけ移動してるから、はい、こっちの股関節に戻せば戻れる。なるほど。逆の疲れ方が
そうそう違う。達人なんですね。達人なの。ああなるほど。あそう聞きたかったんですけど、ピッチャーによって多分リードの仕方とか戻り方とかって変わると思うんですけど。うん変わるね。なんかあります？右と左とかで変わったり。ああそうね。まあ、特に左ピッチャーはね、クイックめちゃめちゃ速いピッチャーとか、はい、もう牽制もこうパッってこう投げれるピッチャーは別だけど、はい、よく左ピッチャーでさ、はい、こうやって足投げてさ、こう牽制する。あいますね、うん、なんかそこから前投げたり牽制したりとか、そうそうそう、はい、こうやってこんなんしたりさ、はい、そういうピッチャーはリード大きく出れる。え時間かかるから。こういや怖くないですか。そう、ね、見えるもん。あのね盗塁ってね意外とね右ピッチャーよりも左ピッチャーの方が情報が見れるからいっぱい盗塁しやすかったりする。へえ。あもうこのパターン盗塁ないじゃんっていう。左の方がむずいイメージありますけどね。いやそれはねちょっと違うんだよ。都市伝説ですか。うん。どんぐらい変わります。右と左でピッチャーにもよるけど、まあ、半歩または一歩、はい、半歩または一歩はリードを少し大きく出れるから、まあ、リードで言ったら結構大きいですけどね。うーんまあでも右ピッチャーでターン速いピッチャーで戻れ、はい、逆疲れても戻れる、はい、リードであればそこからもう少し出ても右ピッチャーよりは時間がかかるから牽制するの、はいはい。あーなるほど。以上ソルイの話でした。2人の話に戻ります。結構海星ファーストの守備警戒っていうか動きいいよな。最後に海星のファインプレーについて。これまた奥が深い守備なんだとか。この間もさバント処理かなんかめっちゃ横に乗った。あの回転して3塁入れて、うん、いけるオッケー。いやーよさそう。あれはでも個人的に一歩多くしちゃったんですよ。あれ3塁を刺したからまでなんですけど、あれゲッツー取れるんですよ実は。あれであれ取って一発で投げればいいんですけど不慣れすぎ忘れて取って一発で投げてお父さんファーストさせた、うん、あれワンバンで来た頃俺ちょっと投げてるから、うん、あれを三塁だけで刺してるだけだとちょっときついね。ハイレベルだ。はい。でもできる可能性がある。あれゲッツーにするべきの。シフト取ったからこっち、うん、投げる前からのシフト取ってる時はゲッツーを取る。ということですね。はい。さすがにね。いや、今後何かあったら教えてください。ファーストならですね、大学です。はい。アパレベースボール大学が開校しました。野球を学び野球界に起きることを一緒に向き合いましょう。ちなみに登録は初月無料です。皆さん概要欄からチェックしてみてねー。